孤立を深めるキングメーカーカ自民党、麻生太郎副総裁の近況をお伝えします、はい、上川陽子外務大臣への発言が取り沙汰されるなど何かと話題に事欠か,かない自民党の麻生太郎副総裁なんですが次々と派閥やグループが解散をしていく中で麻生派は維持を表明しているということなんですがさあこの派閥のトップである麻生さんが孤立を深めているというのは須田さん、一体どういうことなんでしょうか。さんというっ あのキングメメーーーカいいうイジが湧いてくるんです昔で言うと闇将軍なんて言いましたよね <laughs> <ー>つまり、うん、その意味するところは何かというと本人としてはです、ね、おそらくもう総理総裁になる可能性はほぼ0%だからといってです、ね、政治力を失うことではなくてです、ねうん、次に誰を総理総裁にするかというキャスティングボードを握ることによって、うんえー、政治力をパワーアップしていくというね、えー、そういう存在 そそれを目指していいるんですよ、うんんでですすよ実際うななじゃか、ええ、あのただですねやっぱり麻生さんの戦略というとやっぱり党内第4派閥の岸田派、うん、岸田派のトップのですね岸田さんを首相にした、うん、じゃあそれはどこにね原,原動力があったのかというとですね、うん、麻生派と茂木派をと組んでそしてえ岸田派を支えるというね、うん、三派連合つまり派閥の合唱連行という形で、うん、党内で、うんえー、影響力を誇示していたんです。 ですがただ、さっき言われたように派閥がもう解消しちゃいましたからねそういった意味で言うと麻生さんの戦略が崩れてだっててぎ派だってね空中分解、岸田派は解散しちゃいました残っているのは麻生派だけ自民党の中で派閥として機能しているのは麻生派だけなんですけどもそれだけではねやはり次の総理総裁を選ぶというわけにはいかないとじゃあどういう形で総裁を選んでいくのか。 って言うと、まあ、今ですね、その、仕組みと言ってるんかな、システムが。確立してないという状況になってるんですよ。ですから麻生さんは、例えばね。うん あの財政再建派の方々はね、休合して、はいえー、財政再建推進本部みたいなね、うんえー、ところを作ってみたりですね、はい、そこで小渕優子さんを担いで、ね、小渕、はいえー、グループをですね、じゃあ、こっちに引き寄せてみたり、ね、うん、いろんなことを裏でい暗躍してるんですけれども、ただですね、本人の人望が党内であんまりないもんですからね。あそ,れでもあそこを離脱するとい,よい,よいろいろと嫌がらせを受けるんですよ。<laughs> いやがってどんなことなんですか電話ごちで聞くと、はい、あんまり響かなかったですけどリアルに聞くとなんかすごい嫌るいや本当にね <laughs> これはすごいですよそんなね <laughs> 大人ってそんなことをするあ大人はするかする大人の方がするかもしれませんね <laughs>、ええ <laughs> ででなおかつですね阿蘇さんっていうとやっぱりね地元福岡では阿蘇財閥の御蔵氏皇室葬もつながるんですよ<う>でこれねあのー、ね有名な話があってね、うん、初出場の時に開口一番、うん、第一声なんと言ったのかって知ってます？私知らないです。です下地もの皆さん。<laughs> あ。 それもう下と見てる <laughs>。ほんまですか。<laughs> でえでもえ本当ですか、ええ、噂が噂を呼んでじゃなくて。おびれせびれなってませんか、うん。聞いた人がいますから。<laughs> はあ、下地もの皆さん。でも本当に華麗なる一族ですもんね。ね、ええ。 うん、だからそういっただ吉田茂元首相に連なるというねそういう家系ですからやっぱりね、あのー、まあ言ってみればね陣菓代議士程度は小松しか見てない、はい、なんでそんなやつが俺のね派閥から出てくんだやっぱりリアルに行くと違うな電話越しとはいやいや<笑><笑>でもあ,のある意味ではおっしゃるようにフィクサーって 一番いいポジションでしょ、ええ、なんなら総理総裁になっちゃうと矢面に立たなあかんじゃないですか<ー>よくも悪くも。はいうん で後ろでコントロールできているのが一番いいなと思いますよね。あのですからこういうことあったんですよ。やっぱりあの菅元首相なんかは、うん、麻生さんの嫌われリストに入ってる人というふうに言われていてですね。<laughs> ほんまに笑ネタやな。そうなんですか。えー、やっぱりねあのやっぱりねあの筋って問題はさっきのシモシモの皆さんじゃないけども。まあ言うとも叩き上げですからね菅さんはね、えー。だからそういう点がちょっと気に食わないんでしょうね。<ー>なんであんな叩き上げのやつがねソウルにならねえと生きねえんだよみたいなね。<laughs> は でもそうなってくると、まあ、今確かに自民党も,も3世4世の人が多いですから、うん、筋で言うとそりゃ筋の人もさ算おるでしょうけれども。ねでねところがですね国会のねあの席順というとですね大体そういった当選回数の多い人って後ろの多い座る当選回数の若い人前でするで麻生さんと言って菅さんなんですよ。うん、ところがですね菅さんが席を外している間に、うん、麻生さんはですねカバンをどんと菅さんの席に置いて、うん、座らせないようにする。<laughs> 意地悪ですねあのああの歴代総理経験者が国会議席立って議,議席寄る人おらへんでしょんだから隣の空いてる席に座ってそのカバンがどこでも待ってたっていう <laughs> ちゃんと札立ってますやんか菅義偉とかこう麻生太郎とか、ええ、それ私の席座らんといて言いますやんいやだからなまあだからすごい大人の対応したんですよ菅さんはーんあの。 それででうとですやっぱり森喜朗さんとか麻生太郎さんとかっていう人って、うんまあ、森さんも,もう引退されてますけど、ね、やっぱりこの人の影響力ってやっぱすごいんですかねすそうですねあ<ー>、まあ、だからそういった意味で言うとどこにその影響力があるのかよくわかんない、うん、それよくわからなさが力の源泉になってるんじゃないかなって、うん、こうだんだんとそういったまあ力がついてくる形なんですかそれともある時に急に勝ってくるものなのか。うんうん あの基本的にですね、あのー、性格としては両,両方ともわがまま <laughs> 気に食わないことがあるとすぐぶち切れるまあ,ある意味芯があると言いますかうまいこと言うねえないか政治家の人ってどっかで、ね、それはわがままでもないとやっていけないとこもあるでしょうしわ、ええ、ががわががじゃないと。<laughs> うん、でなぜ孤立化をしているのかというとうやっぱりねあの、まあ、政治家ってやっぱり人事が基本なんですよね、うん、まあ,あるね、えーどあのーまあ、完全無派閥の国会議員の方とお話をする機会があったんですよ。ひどいんですよと岸田政権というのはとんでもない政権だとどうしてですかって聞くとやっぱり、えー、岸田政権を支えているのは麻生副総裁そして茂木幹事長、うん、でこの2人がです、ね、もうこの二人の派閥がです、ね、人事を独占していくと、うん、政務 三役大臣、副大臣、<ー>政務官そして党役員人事全部おいしいところを持っていく、うん、であとから岸田派が取っていく、うん、残ったかすみたいなところを無派バスだとか主流派の人たちやりたければどうぞという形で渡してくるなんであんなやつが、ねうんうん、政策もないのに能力もないのになんんなやつが、ね、大臣や副大臣についているんだ、うん、安倍政権や岸田、ね、岸田政あ菅政権ではそういったことはなかった配慮するんですやっぱり。<ー>党内ってのあります ある程度おいしいポストいいポストもちょっと残しとかないと,、ええ、残しとそれが大人の対応である政治力なんですよね大トロばっかり食ってんじゃねえよとそうそうそうたまには漬けも食えよみたいなゲソも食えよ <laughs> でもんも どうですかねこれは、まあ、派閥をある程度コントロールできるとすると美味しいとこは自分が取りたいっていうのはこうありますけれども、うん、あまりそれをぎしすぎるとそれで人望をなくしていくところがある、ね、だからねあの,この今日の話を聞いて分かる通り、うん、やっぱりこの好き嫌いというのが、はい、ねやっぱり政治の基本的なところにアベースとしてあるのかなとは私は思いますよ。うん、だからねねねその話聞いてると、ね、結局、ね 会社もその人事とかってサラリーマン的なところがあってですけど。はいはい、ある意味政治家もものすごいサラリーマン的なところありますよね。だからね、山崎さんね、我々はね、はい、あ、上泉派抜けると大変なもすだね。いや、だから、上泉さんにどれだけごまを吸って。そうやね、あの各曜日のパートナーのこう、肩ぐらいの権限は僕にあるかな。一ミリもなかった。でも、どうなんですか、派閥がこれ、こういう形になっていくとですよ。さ、うんはい 何なら次の総裁はどんなふうにして。 決まっていくのかっていうことになりますよねそれをね今ずっと取材してるんですがその仕組みが確立してないんですよでかつてはねいや俺この人をしたいんだけどもねこの人ね担いでいこうかなじゃあ推薦人名簿にお前名前すらねてもいいよでもね本選になったら派閥は一致団結するんだからその辺はよろしくねプレッシャーかけられるんですよこれ最初からダメ推薦人名簿を書くななったらこれは組織割れちゃうだからそれ一定程度ですね許容して最終的には派閥が ギュッと締め付けるというのは派閥の役割だったんですよ。それがなくなった以上ですね、うん、最終的にそのまとめ役がいないんですね。うん、だからその点がやっぱりその物事を決めるときに、うん、例えば次期の,の総裁あるいはねあの政策あるいは法律を決める時にもこれ難しいでしょうね。あのだから確かにその派閥っていうたけに功罪は本当にあるんですけれども、ただ政策集団としての 派閥だったりとか、うん、うちの石田医師が言ってましたけど、ええ、例えば国会議員に対して、その国会内の。まあルールだったりとか、ええ、やり方をする新人研修機関としての。派閥は必要じゃないですか、ええ、どっかで。ええ、うん。だから、そういった点で言うと、今ね、あのー、うん、完全に。えー、それぞれの国会議員が一人一人で、バラバラの状況になってるでしょう。うんうん、ただ、それだとですね。それぞれの国会議員にとっても、動きにいく,くのは、さっきの石田さんの話じゃないけれども。そうすると、結局ですね、どっかが、誰かが中心となって。 <で>うん、また同じようなグループが私は形成されていくそうするとじゃあ誰を中心にまとまるのか。 っていうと、やっぱりそこでね、やっぱり好き嫌いじゃないけど、人望ということになるんじゃないかなと。やっぱりそういった中でね、やっぱり安倍派の中で人望あるのは、萩生田さん。あ萩生田さん、やっぱそうです。兄貴なんて呼ばれてて、ね、結構人望が、まあ、その辺もなんかこう、ヤクザ組織っぽくてやだなあ。私思う、兄貴みたいな。えで、でも、あの、五人衆って言われる人たちは、それぞれ、まあ、キャラも強い人たちが、ここに来て多いですよね。西村さんとかなんか言っても、ね、兵庫県は赤石、ね、青島のあたりの方ですから。 だからその辺でねやっぱり最終的に5人衆といっても、うん、そのね好まれるといったら人望という点では濃淡ありますよ。うん、でやっぱりねこういうね南極でやっぱりその人物っていうのかなじーっと見られてるんですよ。うん、やっぱりこういう時に右往左往して自分だけのことを考えてる人は人は集まってこないんですよ僕は。そういう点では世耕さん厳しいね。<laughs> 和歌山。えー、<laughs> でもそれとも近畿の人多いですね。そうなんですん。ね。ええ、萩田さ,、ね、さん東京ですけど、ね。萩尾田さん東京ですけど。ええ、これあのなんて言うんですか。あのお金だけじゃないでしょ。別に。 うんなんだろうこの俺について好意的なところっていうと、ええ、政策的なところとかいるでしょ、まあ、男気かなやっぱりう、ええ、そういう点でいうとね安倍派の中でも若手でね、うん、結構人気があるね、うん、だから3回戦以下の三回当制以下の中で人気あるのはやっぱりこう、うん、大阪からいるんですよ。谷川トムさん あの方なんかは安倍派のですね若手のリーダー役とも言われてる人そうなんで結構若手で有望な人もいるっちゃ本当にでもそれでいうと次の選挙とかねもっと言うとどうなるのかって言った時に本当一寸先は闇とは言いますけどこの国会がどんなふうにして収まっていくのかどんなふうにして元の政治の金の問題収まっていくのかですけどさあ 本当に岸田さんはい <laughs>、ね、いつまで。いつまで。いつまでっていうのもなんですが、次の総裁選まで含めて、どうなんですか、このあたりっていうのは。今、現時点での見立ては。まあ、岸田さんね、これだけ支持率が低いから、え、普通はで、ビクビクしてるのかなと思って、余裕ぶっこいてるんですよで、うん、国会で。 聞いたらこの間青山さんも言ってたんですけど本人はやる気満々なんです精力的なんですからないうねこのねそういうところが岸田さんとしてはですね例えば党内にもライバルいないし野党はこの低堕落だしだって先だってのね先週ねご報告させていただいたような京都市長選挙をめぐって立憲民主党は内してるんですよそういう状況を考えてみるとですね野党が受け皿になりようもないしまだまだ 俺の時代は続くなとこう思ってると<っ>てこの空気の埋めないね、ねこのねところがすごいなだって支持率が20%台中盤から後半ぐらいっていう本来なら超危険水域にいて、はい、いつ退陣してもおかしくないわけじゃないですか、ええ、それでもネクストがいないとか野党が低たらくだっていうんで残ってらっしゃるわけでしょよくも悪くもですけど、ええ、まあそういう点ではついてるね,ねでこれで例えばですよ 韓国にじゃあ3月行きました、はい、なんならそこで,でアメリカ行きましたなんならちょっと白ついてどうなんですか次の総裁選もう一回出ちゃおうかなみたいな。いや出るでしょうね、うん、出る気満々でしょうはあ恐らく本人としては。 例えば予算成立とともにみたいな話もありますけどこの状況だったら補選がありますから総選挙も打てないんじゃないかって話でそらく補選あっても長崎なんかは不先輩という形で結構可能性高そうですよね。っていうところを考えてみるとどうせ負ける選挙なのに一つでも取ればいいやみたいなぐらいの気持ちですよ。ということはなんだかんだといって菅さんが年末もやってらっしゃる可能性高いですね。 本当にそれ言うと一体明日はどうなるのかっていう話ですけれども、ええ、政治家の方自体が一番こうなんかビクビクしてたりするんでしょうねさあどうなるどうなるっていや、うん、そうでしょう誰にくっついてたらいいのかとかね、うん、だからそうなってくると、まあ、本当サラリーマンですよねうんで こんなお話をぜひ生でということでございまして4月20日土曜日に番組のイベントをやります、うん、上泉雄一の映画「専門家スペシャル激論大阪春の陣」ということでございまして出演は月曜日に出ていただいております高橋陽一さんそして須田慎一郎さん、はい、さらには水曜日金曜日解説の市田英二さん<お>で私上泉雄一が進行させていただいて西村麻子アナウンサーもお手伝いさせていただきます政治経済外交安全保障など話題のニュースを一刀両断ということでございます さ高橋さん、須田さん、石田さんにですね、もうがっちりとトークしてもらおうと思ってます。うんえー、4月20日土曜日、場所は大阪工大梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホール、この毎日放送のすぐ近くでございまして、はい、さあチケット、現在ローソンチケットで現在先行販売中でございます。 観覧いただく方は3700円配信チケット2000円ということでございましてえ詳しくは番組ホームページツイッターお楽しみいただきたいと思いますがさあこれ須田さん生イベントですから、はい、さらにもうちょっとあらっかいところに当たり前ですよそれはね <laughs> さすがに私ねこれラジオで抑えてるんでしょうら誰が聞いてるか分からない誰が聞いてるか分からない、うん、だって茂木さん聞いてるっつってんだからいよいよ茂木さん聞,聞き始めました聞き始めました そう噂聞こえてきたえじゃあ、あのフレーズがもうモテキさんご存知なんですかもうね、あの小物会の大物、でも今小物会の小物になっちゃったからね、もう…聞いてはる大物ですはい。もうこのぐらいぶっこんでいきますかモテキさん、はじめまして。毎日予想、上泉行ってください <あ>いつも私たちはね、ちゃん止めてるでですよ、ね、そうですよそ、はい、<laughs> う僕はもう、須田さんにもいつも言い過ぎちゃダメですよってもうそう言ってるんですけど、はい、そんな須田さんに今度は言い過ぎちゃうイベントをぜひ4月20日土曜日、はい、でも、この時になるとそれこそ補選がどうなってるかおそらく直前ぐらいですよね。そうですね、月末ですからね政局、ね、ももしかしたらこの頃になってるとどうなってるか全くもって。 見えない状況ですから、ね、アメリカからでも帰ってきてるでしょうからね,ね、えー、もう予算は成立してるんでもしかしたらというタイミングかもしれませんし、ねえー、この辺りぜひ4月二十日土曜日、えー、ぜひスタさん石田さん、えー、そ,そして高橋さんのお話生でお楽しみいただきたいと思いますスタさんには引き続きお手伝いいただきます